また刺された。買ってうっとうしいよな。なんとかできないのかな。確かにな。つか魚うまそうじゃん。一口ちょうだい。一口だけだぞ。うん、うまいけどやっぱり俺は肉だな。俺の魚。いてててて、悪かったって。じゃあな。おう、アニマルニュースのお時間です。政府は本日から蚊を遺伝子操作により絶滅させると発表しました。え、中継がつながっています。アニマル研究所のカモメンです。蚊は1億年以上も前からこの世界にいる最も命を奪ってきた動物です。実際にマラリアやデング熱によって年間75万人の人間が亡くなっています。夏に薄着をする女子のためにも蚊は絶滅させなければなりません。つきましては本日から遺伝子組み換えによって作った蚊を放ち、蚊を絶滅に追いやります。いいじゃん。蚊がいない。うるさくない。刺されない。快適だな。お、女子も薄着だし、いいことずくめだな。お、蚊だって生き物だ。遺伝子組み換えは生物への冒涜だ。だが一部の活動家によって強力な反対運動が行われた。おはよう。おはよう。なあ、川のニュース知ってるか？何？なんか今川がすごく汚いらしいぜ。え、どういうこと？とにかく行こう。うん。きたね。なんだこれ？蚊の幼虫にボウフラっているじゃん。ああ、なんとなくわかるわ。あいつが今まで水の汚いものを分解してたから水がきれいに保ててたんだってさ。へえ。でも蚊が絶滅してボウフラが減ったから川が荒れたい放題になったんだよ。結局蚊が多かったのはそれだけ俺たちが汚水を垂れ流していた証拠だったんだな。ってことは魚屋行こう。え、どうしたんだよいきなり。サンマ1匹5000円？高すぎるだろ。どういうことだよ。魚の不良が続いてるんだ。え？蚊が減ったことでそれを今まで食べていたクモや鳥、カエル、トンボが激減したんだ。だからそれを食べる哺乳類や鳥類、魚にも影響が出てるんだ。おい、ふざけるなよ。シマフクロウは魚しか食べれないんだぞ。ですから5000円払ってくれたら売りますって。主食にそんなにお金払えるか。なんかやばいことになってるな。それだけじゃない。蚊がいなくなって花粉を運ぶ量が減ったから野菜やカカオの生産量も激減してるんだ。え、蚊って蜜吸うのか？基本的に蚊は花の蜜や草の汁を主食にしてるんだ。血を吸うのはメスの蚊が産卵に必要なエネルギーを摂取するときだけだ。そうなのか。あ、ネズミ。天敵がいなくなったことでこの頃ネズミが増えたんだよ。蚊がいるのは自然の摂理だったんだ。そういえば今日の15時からアニマル研究所が謝罪会見をやるらしい。見るか。あ、道にもネズミがいる。すごいことになってきたな。アニマル研究所のカモメンです。蚊を絶滅させたことによる影響や被害者の方々、誠に申し訳ありませんでした。今現在川は汚染され生態系が崩れ、一部の魚や農作物に影響を与えてしまいました。ですが樹脂がこれで何の気兼ねもなく夏に薄着ができるようになったのは非常に良かったのではないかと思います。は？ただ魚を主食とするシマフクロウやスズガモに多大なる影響を与えてしまいました。彼らに関しては役所の方でちくわの無料配布を行っております。今後の方針ですが、蚊が必要な存在だと気づいたので私たちは蚊を最新の科学技術で少しずつ増やし、10年かけてまた元通りの世界にすることを約束します。本当かよ。早く元通りになるといいな。サンマ食べれないの本当きついわ。しばらく干し草でも食って我慢するか。早く元通りにならねえかな。10年後、私たちは絶滅した。蚊が支えていた食物連鎖の役割は私たちが思っているよりも大きかった。蚊は必要だからいる。むしろ必要ないのは。今日の授業は終わり。また来てね。